ません、先駆け半導体の塚本でございます。本日は、今月新たに新製品の US80A の方を、発売することになりまして、それにあたって製品のご紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、実際に、説明もなんですけど、動かしながらちょっと説明もさせていただきつつやらせていただこうかと思っております。ちょっと動かしている間に何と言いますか、放電がつくまでの待ち時間がございますので、まずはそうですね、その時間もちょっと見計らいつつ動かしつつやらせていただければと思います。で、早速なんですけれども、ちょっと製品を実際に動かそうと思っております。製品の方をまずこちらにボトルの、ボトル専用の処理装置がございまして、でこちらに今実際に、ボトルの方をセッティングしているような状態でございます。こちらそうですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、処理のこの縦長のこういった処理容器が中にございまして、だいたい4層になっておりまして、その中にこういったボトルを今セッティングの方をさせていただいております。こちらだいたい500ml くらいのボトルですので、最大で80本ぐらい入る予定でございます。でそちらを今セッティングの方をしましたので、実際に動かそうと思います。見ることが可能になっております。
一旦装置の方が実際に決めさせていただいて内容中身を確認しようと思います。はい、装置を止めます。終わりましたので、ちょっと中身の方を確認させていただこうと思います。はい、そうですね、まあ、実際に今、そうですね、80本ほど、まあ、入れさせていただいているんですけれども、まあ、ちょっと目にそうですね、目視ではちょっと分かりにくいかと思いますが、まあ、実際にこの中に例えば液体ですねを入れてあげると、まあ、実際に処理前のものと比較するとやはり浸水性がアップしている状態になっております。はい、まあ、またそちらにつきましてはそうですね、ちょっと他の動画でご紹介の方させていただければと思います。はい、はい、では、はい、こちらの製品につきましては、以上になります。はい、まあ、今回のご説明でちょっとわからない点もあったかもしれませんが、まあ、その場合はこちらの方にお問い合わせいただきますと何なりと対応の方させていただきますので、はい、そうですね、こちらの US80A、まあ、とともに、まあ、先駆け半導体の方引き続きよろしくお願いします。はい、では以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。